最高点が 9.50 でしたから、やはり高いですね、第2組はね。そしていよいよブルガリア、ビアンカ・パノバ、今大会金メダルを狙っておりますパノバが出てまいりました。今日の予選の第一種目は棍棒です。随分落としましたね、体重をね、見てますと。もう40キロ切ってるんじゃないでしょうかね。切ってますね、これは。はい、1メーター60センチ、38.5キロ、これがベストなんだそうですが、それに近いんでしょうか。18歳です。さあパノバ、ヨーロッパ選手権ではこのコンボで失敗してしまったんですね、はいはい、それで優勝を逃しました。今日はどうでしょうか。綺麗な風車から、うん、背中で受け取りましたよ。曲はショパンの別れの曲です。このピボットターンが彼女の得意な技です。投げ、お、決まった。もう一回連続。とにかく一回でも失敗すればもう金メダルの望みは絶たれます。日本投げ、もう無駄な一歩がないですね。あと30秒。うん、これは難しいぞ。よし、取りました。ここが彼女の見せ場です。後転からローリング、あっと落とした。コンボが転がった、ラインアウト、ミス。これは減点です。あー痛いな、ね、今の前転ではなくて後転で取ったでしょう。あれが一番難しいんですね。ですけどね、最初の種目ビアンカ・パノバ、コンボ失敗。ヨーロッパ選手権と同じパターンになりますか。昨年の世界選手権で40点満点、史上初めて4種目40点満点取ったんですが、はい、去年、今年のヨーロッパ選手権でこのコンボで失敗して、そしてパノバです。最初の種目コンボで大きなミスをしまして 9.55 と。さあこれ以上はもうミスは許されません。昨年の世界選手権史上初めて全ての種目10点満点を出しましたビアンカ・パノバ。これまでイグナトバ、ゲオルギエバ、こういった素晴らしいチャンピオンを送り出してまいりましたブルガリアが、オリンピックの初めての場でとにかく勝たなければいけません、まあ、そういったその勢いがコーチの人たちのこの熱意にも凄まじいものがありました。日本で最終合宿を終えてこのソウルに入ってまいりましたブルガリアのパノバです。響かないでほしいですね。そうですね、ドイツ民謡です。連続投げですね。受け取りました。連続投げですね。ああこれがいいんですね、可愛いんです。見せますよね。さあ左手で取りました。まあ、先ほどのミスを見てますから、こう見ててハラハラするんですよね。先ほどの前転も本当は2回だったんですけどね、はい、ああさあどうでしょうか。取る、うん、決まりました。さあこれで持ち直すかパノバ、ブルガリア18歳、そしてビアンカ・パノバ、予選の初日この棍棒で失敗したんです。 9.55、 これが最後まで今決勝に入りましても響いております。現在パノバは4位。もう今日もこの最初が棍棒ですね、はい、
とても優雅な感じを出してますよね。背中で受け取りました。ショパンの別れの曲、移動しませんからね、受け取るまで、はい。この後ですか、難しいのは。もう少しですね。大丈夫です。ドキッとしますね、はい、ここです。ここですね。ここは気をつけないといけない。後ろ取り、よし、決まった。決まりましたね。ここで大きい失敗だったんですよね。はい、パノバ10点、パノバ10点が出ました。ようやっと10点が出ました。もう神業ですよね。足で回して投げて受け取るんですから。悔し涙、失敗して怒られて、ね、そのパノバの涙でマットが溢れたという表現を吉川コーチが今画面左側映りました。パノバ終わりました。よく頑張りましたね。